皆さん、こんにちは。ワンダリングルビージです。では、今回は、提督の決断、オーバーブギット、もう終盤戦になりますが、空母堅守プレイ、続きをやっていきたいと思います。まずですね、最新の状態なんですが、前回、激戦の際、この西地中海を奪取したんですが、この西地中海を攻略した艦隊、もう第5艦隊は壊滅したので、第1、第7と、両艦隊に再編成をしたんですが、まあ、特に第7艦隊はすぐにでもドック入りさせたいというぐらい傷ついているんですね。ただし、西地中海に今攻め込まれても、飛行場が1個しかないという状態なので、どうにもならないというのがあるので、後続の艦隊が到着するまで一旦西地中海は、傷ついた艦隊を入れておくしかないという状態です。で、新しく艦隊を作るために、戦艦、建造しようにも、結構ね、やっぱ時間がかかってしまうというのがあって、今はですね、この超大和型、あるいは、この天下無双型というところなんですけど、この天下無双型とかに関して言うと、この建造が終わるのが24週間後とかなんですね。ちょっとこれ待ってられないよねと。で、防空戦艦もあと10週間かかりますという中、どうしようかなと考えているんですけど、まずはですね、新しく艦船、実は設計をしました。それがこの超混合型。これは、大和型、あるいは天魂無双型に比べると当然非力なんですけど、とにかく早く作れると。お金に関しては、まあ、約4分の1。鉄に関しては約3分の1で作れるというところで、それだけ建造期間も短くて済む、混合型の改装型。超混合型。これをね、天下無双型とか大和型の戦艦のつなぎとして投入していきたいと思っています。で、主砲は51センチ砲と一番でかいタイプ。で、防御力もアップさせているんですが、なんといってもね、混合型の弱点になっていた対空防御。これを上げるために対空攻撃力 A まで上げています。まあ、具体的には攻殻砲2連装4機、機銃を113本。搭載しているので、これである程度戦えるかなというところですね。まあ、ただし、やっぱり装甲に関しては、大和型、天下無双型、防空戦艦に比べると、だいぶ劣るかなというところですね。あともう一つですね、新しく設計しているのが、この、軽防空艦海。これはですね、小型ディーゼル機関の3が、開発完了しているので、乗せられる兵装増えています。具体的には攻殻砲ですね。これ2連装を6機乗せて、さらに装甲も上げています。もうおそらく、巡洋艦タイプの防空艦に関してはこれが最終形ということになるかなと思います。これらの設計が終わったらですね、艦隊の方に配備をするために建造していきたいと思います。で、あと、長門型ね、これもちょっとね、本当に、強化していきたいなというところなんですよね。まあ、お金も鉄もあるので、せっかくなんで、この、長門も、改造しますか。まあ、長門は大和が就航、完成するまでの間、連合艦隊のね、総旗艦を務めた、艦艇なんで、これも、最新鋭にモデルチェンジしましょう。これは、まあ、やっぱり主砲は51センチは欲しいよね。せっかくなんで。で、速度は27キロ出して、あとは、まあ、当然、舶来魚雷は積めないので、残りを船体値の強化に当てていきましょうか。と言っても、あんまり当てられない。当てられないね。大型ディーゼル機関の3が開発終わるのを待った方が良さそうですね。長門に関しては。ちょっとそれを待ちましょう。では、普通に超最上型を何隻か作っておきましょう。超最上型も戦艦には当然及ばないんですが、
戦艦ばっかりで編成するわけにもいかないという中においては、まあ、しっかり艦隊編成の中に入れるだけのスペックは用意してるので、これでいいでしょう。さあ、では、これで時間を進めていきます。マダガスカルに新しく飛行場ができているので、その飛行場には配備をしていきましょう。航空機を。これでちょっとはまともになるんじゃないのって思うけど、でも直縁護衛しか入ってないところがあって、爆撃雷撃が全然ないね。これはもう一層作っちゃいましょう。お金に余裕がある。あるいはアルミに関しては有り余ってるんで、このあたりをしっかり作っていきます。まあ、前回お伝えしている通り、アメリカももう最後の拠点、西海岸を残すのみになってますからね。かなり心強くはあります。で、今回はじゃあ航空機の生産として、一式の陸航。これを作れるだけ作る。164機。十分。もうちょっと欲しいけどお金がないですね。24しかないんで。お金を貯めていく必要はありますが、とりあえず航空機配備しましょう。これで3つのマダガスカルにある飛行場。ここに直縁から護衛。爆撃、雷撃、偵察と全部、全飛行場に詰めたので、いいと思います。で、西地中海の状況はというと、艦隊が1個入ってきたね。第8艦隊。これが入ってきてくれたおかげで、そしたら第7艦隊をドック入りにしましょう。インド洋です。で、軽防空艦改型。これ最終形ですね。先ほどお伝えしている。これが最終形になります。これ作っていきましょう。大型ディーゼル機関の3。ようやくだな。待ちに待った。大型ディーゼル機関の3が開発完了したので、じゃあさっき途中でやめてしまった、長門、超長門を作っていきましょう。超長門もね、超金剛と同じく、しばらくの間、まあ、なんといっても二十何週間かかる、天下無双型が、就航するまでのつなぎの艦艇はどうしても必要になるので、その点からね、しっかりこの、超長門を設計していきましょう。で、航行速度はもう27に統一してます。これ、早くしても遅くしても一番遅い艦艇に合わされてしまってあまり意味がないので、艦隊運動をする上では。基本的には27。戦艦はすべて27に揃えていきます。で、主砲。これは、大艦巨砲主義51センチ砲にします。一旦全部はなしでいこう。で、2連装光学砲は6門に増やして、機銃は一旦150。こっからどこまで詰めるか。どこまで船体値を上げられるか。装甲を強化できるか。ちょっと見ていきます。もうすでにね、相当敵の飛行機も強くなってるんで、あんまりどうにもならないというところもあるんですよね。下げすぎると。これが限界だね。そうすると主砲をワンサイズ下げましょう。48。48でもダメ？となると船体長やっぱちょっと下げていくしかないよね。これでいく？超長門型。まあ、ノーマルの長門に比べたら圧倒的に強いんですが、それでもやっぱり天下無双型と見比べてしまうと見劣りはしますね。
で、あとは建造していきましょう。まあ、軽防空艦を何隻かまた、下位のものができているので、軽防空艦下位。これを、まあ、6隻くらいは用意しておきたいかな。まあ、もちろん、防空戦艦が来ればね、防空の要は防空戦艦になるんですが、防空戦艦だけを投入するというわけにもどうしても、お金、鉄の事情もあるし、あとは敵の潜水艦が現れた時にも、防空戦艦だと、まあ、太刀打ちする術が、実情として用意されていない、爆雷を積んでいないというのがあるので、爆雷要員としても、この軽防空艦下位は、艦隊編成の中には入れておきたいですね。まあ、魚雷も、一応4連装5機積んでるんで、それなりのものは持ってます。で、これに超最上型と合わせて艦隊を組めば、戦える戦力になるかなというところですね。では、新規に艦隊編成していきましょうと思ったけど、巡洋戦艦超最上型が4隻に、旧型の防空巡洋艦が2隻だけなので、もうちょっと待ちますね。さあ、超混合型。これで、超混合型がいける。あとは超ヤマト型が2隻。新たに就航ですね。ここに来て飛行機系も開発は進んでますね。よし、お金4万4千はでかいね。有馬さんが少将に昇進。さて、次はジブラルタル海峡を3ヶ月で攻略できるかな？ちょっと不安はありますが。で、西地中海の艦隊は置いておいて、潜水艦隊第13、第16が今、西地中海に向けて、出発中というところですね。で、第7艦隊は、そうか、インド洋まで戻そうとしちゃってるんだな。これさ、イタリア近海でいいじゃん。イタリア近海にしよう。ちょっと一旦無駄にしちゃいました。で、お金、鉄、それぞれ余裕があるので、今回も、やっていきましょう。このあたりあんまりお金使う必要なかったね。今思えばね。物資の援助は、アルミ。浄化活動はジブラルタル海峡に入れます。で、混合型、超混合型ですね。これの建造をしていきます。まあ、4隻ぐらいは用意してあげてもいいかなというところなので、阿波から、順番に4隻埋めていきましょう。で、あとは、この後、超長門型が、作れるようになるので、それを一旦待ちましょうか。もうちょっと鉄あるからな。超混合型、さらに2隻増強します。で、さらに、軽防空艦下位ね。ここは本当に PS2 版を見習ってほしいシステムですよね。結局、軽防空艦下位を10隻作りたいってなったら、10回このオペレーションしなきゃいけないんですよね。PS2 版の場合だと10隻ってやると、名前は、まあ、自動で付けてくれるっていうのはあるんですけど、まあ、その分、この操作を10回やらなくて済むっていうのは大きいので。で、あとは航空機を生産しましょう。一式の立候補。未だに一式の立候補なのっていうのはあるんですけど。さあ、これでじゃあ時間を進めていきましょう。
管制用のレーダー3が開発可能になってましたね。早速開発します、これは。で、技術開発は残された鋼材レベルを1000投資して、アルミをドイツに供与。諜報活動はオールオッケーですね。では、艦隊を今回こそ1個新規に編成していきましょう。第9艦隊です。違う、第5艦隊だね。第5艦隊の方に、艦隊を新しく編成していきましょう。この第5艦隊悪くないよね。戦力的には。バランスがすごく取れてると思うので。で、西地中海の方には艦隊が第13、第14両潜水艦隊が合流しました。で、あとは、インド洋に輸送船を増強してあげて、この伊藤誠一中将率いる第3艦隊が、まずは入ってきてくれないと、ちょっと厳しいかな。6週間は進めましょう。6週間進めて、一旦艦隊を増強しきっちゃおう。で、今イタリア近海にいるんですけど、イタリア近海のドックレベル考えるとどうなんだろうね。この第7艦隊が、勢いを取り戻すのはだいぶ先になりそうだな。ただ、第7艦隊もあと2週間でドック入り完了。いや、これ2週間後に行けるな。で、超長戸型が完成しましたね。で、超大和型、下宇佐が就航。電波兵器、チャフ。これの開発もすぐに取り掛かりましょう。思ったより早く戦力の回復ができそうなのは嬉しいな。チャーフーを開発。アルミコーティングされた金属片を放出。敵のレーダーを妨害します。ということで、早速やります。で、あとは技術開発もこれ最終段階に入ってきてますね。物資の援助はアルミをドイツに供与して、ジブラルタル海峡にスパイを送り込む。であとは、艦船で、超長戸型せっかくできたので、超長戸型を、まあ、4隻ぐらいはやっぱり用意してあげたいかな。4隻。建造期間は10週間ということで、やっぱりそれだけ天下無双型が異常なほどかかると、建造期間が伺い知れますね。あと、天下無双型もね、この後、結局、アメリカ軍と、また戦っていかなきゃいけないと。もうなんか、イギリス軍には勝った気で話をしちゃってますけど、そういうことを考えると、やっぱり、天下無双型も皇族としてね、さらに戦争が長引いた場合に、備えて、用意をしておきましょう。一隻二隻と。作れないか。いや、必要建造資金13,800。必要建造鉄鋼14,200。すごすぎるよね。さあ、では、ジブラルタル海峡に向けて艦隊を出していきましょう。技術開発はこれが最後になりましたね。で、せっかくなんで、さっき作れなかった天下無双型。これを一隻建造します。もう一隻しか作るお金ないんで。さぬき、23週間かかっちゃいますが。んで、この西地中海の状況を確認していきましょう。こんな感じかな。で、イタリア近海にいる艦隊、第7艦隊も完全に回復。一旦西地中海に入れた方がいいね。
ガスタービン機関か。これでかいね。さらに乗せられるようになる。これすぐやろう。14週間っていう莫大な期間がかかりますけど。ではここでも再び天下無双型。いや天下無双型どうだいっていう気もするな。その頃にはなんか戦争ほぼほぼ末期に突入してそう。最末期って言っていうね。なんでここは超長戸型に変えましょう。超長戸型2隻の方が有用性が高そうなんで。で西地中海にいる艦隊、これちょっと見直しましょう。まず第一艦隊ですね、これは一旦地中海イタリア近海に戻してドック入りさせましょう。で第三艦隊、ここに伊藤誠一中将。第七艦隊、これ近藤さん元帥です。第八艦隊、これら3個艦隊を投入してジブラルタル海峡を取りにかかりましょうか。ジブラルタル、幸いこれくらいだったらいけるかなっていう状態にはなってるね。で万が一破れた場合に備えて後続の艦隊を一応用意しておきましょう。でこの第9艦隊、今創設した第9艦隊を、西地中海に向かわせておくというのでいいかな。ではジブラルタル海峡攻略戦、これが終われば本当に イギリス軍との戦いが終わりますというところですね。そうか、第一艦隊結構乗ってるね、召喚クラスが。田中さんとかはちょっとじゃあ乗せ替えよう、せっかくなんでね。できれば、やっぱり、提督は、上げてほしいんで、くらいを。南雲さんとかも中将のまんまだもんね、これ。いやいや、少将のまんまだもんね。もうちょっとやっぱりくらい、中将まで登ってほしい人たちっているんで、中将になれば戦艦にバッコバッコ乗れるというのがあって、戦艦の威力がやっぱり発揮、よりしやすくなると。いう状況になるのは間違いないので、そういう状況をやっぱり作っていく、積極的に。そのために提督をちょっと乗せ替えていきます。あるいは乗ってない人を乗せていきます。田中さんとかをちょっと乗せ替えましょう。第三艦隊の従順にも乗せていきます。あと少々で残ってるの西村さんが残ってるね。西村さんを第三艦隊の従順に乗せていきます。まあ一旦これでいいかな。まあ、大佐クラスがちょっと乗り切れていないというのはありますが、一旦忘れていきましょう。第一艦隊ね、大佐、まあ、左官クラス、大佐中佐が残ってますが、一旦これでいいでしょう。ではこれで第三、第七、第八艦隊をジブラルタル海峡攻略、出撃させていきます。あれ、出撃していない。出撃しよう。ちょっと待って、戦力比較が見れなくなってる。捕まったな、このタイミングで。まあ無駄に夜に出撃していくよ。じゃあよ
さあ敵の艦隊の位置は発見してますね。まずは従順クラスの、第8艦隊だったかな、第8艦隊が敵艦隊へ突入です。第1艦隊は攻撃目標を敵飛行場にします。まずは敵の飛行場を1つ2つと潰していかないといけないので、あとは敵の飛行場がどこにあるかだよね。さあここは海大和型、大和型クラスが活躍してくれてる。しっかり敵の空母、軽空母を、使用不能な状態へと陥らせていきましょう。今第一艦隊が艦隊に敵艦隊に突入してます。さすがよ大和型。伊藤さんが乗ってる佐渡ちょっとただ大破してきてるね。取り逃がすわけにはいかないので、さあ敵空母艦隊へ突入です。さあ伊藤さんの艦隊で敵空母艦隊は壊滅させましたね。一個敵空母艦隊は壊滅で、もう一箇所飛行場があるはずなんで、その飛行場の場所を探っていきましょう。で、第二艦隊の方は後方にいる敵の空母を狙いに行く。近藤さんのミノはここで不沈戦艦として砲台となってもらおう。ここにあるね、飛行場が。今の敵の動き確認しましたけど、
さあ、こっち側は新たな敵の艦隊ですね。第一艦隊がちょっと足が止まってるね。戦艦ハリマが沈没してる。夜間爆撃機が本当に厄介だな。戦艦2隻を割いて、2隻ずつ割いてって言った方がいいかな。2隻ずつ割いて、敵飛行場の破壊に向かわせましょう。戦艦がいるのといないのだと攻撃速度が全然違うんで。さて、他の艦艇はどうしてる？さあ、砲撃戦に入ろう。艦隊の方も意外と巡洋戦艦超最上型いくつか入れてるおかげで、戦艦なしでも削りは早いですね。敵基地のこれで2つ目の飛行場も破壊が完了というところですかね。いや、さすがに戦艦2隻だけだときっついな。いくら硬い大和型とはいえ、火力的にも装甲的にもきついよね。
ただここ新たな敵の艦隊が出てくる様子はなさそうなので、この飛行場をちまちま削り取れば、それで終わりそうではありますね。いや、敵の爆撃機の数やっぱり多いね。まだまだ。最大戦速で最後の飛行場に向けて残りの艦隊も、向かわせます。といっても艦隊戦艦だけで肩はつきそうかな、ジブラルタルもね。まあ戦艦も何隻か失いましたが、これでイギリス軍が壊滅できたと思えば安いぼ。味方の損害確認しておくと、ミノが撃沈されてるね。ミノはこれ近藤さん元帥が乗ってた艦艇ですね。あとハリマ、戦艦ハリマが撃沈されてます。ちょっとこの辺りは痛いところかな。戦艦ハリマ、これも大和型あるいは超大和型かっていうところだね。弾薬を誘爆で沈没というところになってます。これでイギリス軍の提督が仲間に合流したわけだな。でアメリカ軍の進行ルートをまあ気をつけるっていう意味で言うと、ここなんだよね。カナリア沖な気をつければいいんで、カナリア沖に艦隊を派遣しておきましょうか。といって派遣できる艦隊はこの西地中海にいるこの第13第16潜水艦隊だけなんで、この第13第16潜水艦隊をカナリア沖に派遣します。で一応ね、その抑えという意味ではこのジブラルタルに、主要艦艇、そういう意味ではどうする、第7艦隊を残しときますか。第7艦隊を、それか第3艦隊か、第8艦隊残しとくでいいか。で第3第7艦隊はハワイに行って、ハワイから最後のアメリカ軍の拠点西海岸を攻略していきましょう。で当然なんですが、カナリア沖には飛行機を大増強しとかないといけないよね。というわけで大好きな一式の陸航400機作って、これを即カナリア沖に配備。まあ、基本雷撃機用意しておけばいいので、これでいいでしょう。で、あとはハワイからアメリカ西海岸を狙うというところになると思います。ではいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。